アイテム番号 SCP-43JD オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-43JP はサイト8181の施錠可能な収容金庫に直射日光高温多湿を避けて乾燥剤とともに保管してください。事件 43JP さんを受けてSCP-43JP の取り扱いはロボットを利用することになっています。あらゆる実験は保留されています。詳細は事件記録 43JP さんを参照してください。説明、SCP-43JP の外観や組成はごく一般的に流通している食卓煙と同じものです。人が SCP-43JP を何らかの物体に振りかけたとき、その異常な効果が発揮されます。SCP-43JP を何らかの物体に使用した場合、その物体、SCP-43JP1 として、は使用者の胃の中へと瞬間的に移動します。この時 SCP-43JP1 が使用者の口や食道を通り、胃へと移動する様子が観察できます。また胃の容量を明らかに超える物体であっても身体組織が異常に伸縮し、そのすべてを胃へと収めます。これらによって使用者が損傷を被ることはありません。SCP-43JP1 が胃液によって消化できない物体であれば、SCP-43JP1 は半永久的にその体内に残ることになります。この場合、使用者の死亡によって SCP-43JP1 の取り出しが可能になります。これら以外の方法によって SCP-43JP1 を破壊。または取り出す試みは失敗しています。SCP-43JP は19年に発見されたテーブルを飲み込んだ死体と共に財団に回収されました。実験記録 43JP5 日付199/4/23使用者 B0431 実施方法コップに入った水に使用させる。結果、水だけが使用者の胃へ移動した。実験記録 43JP6 日付199/4/24使用者 B0431 実施方法コップの下半分が水のゼリー上半分は通常の水を注いだものに使用させる B0431にはただの水であると伝えた。結果、水とゼリー、両方が使用者の胃へ移動した。実験記録 43JP10 日付199/4/30使用者 B0431 実施方法コップの下半分が水のゼリー上半分は通常の水を注いだものに使用させる。ゼリーは赤に染色されている。結果、水の実が、使用者の胃へ移動した。分析。SCP-43JP は認識を読み取っているみたいだね。方法は知らないけど、笠木博士。実験記録 43JP-62 日付200/12/10使用者 B0433 実施方法 B0433 の下に直接使用させる。結果、削除済み。職員2人が軽傷を負いました。中参ったな、朝日博士。事件記録 43JP3 200/12/10の実験後、収容時に、研究員が SCP-43JP を取り落とし、収容金庫は、研究員の胃へと移動しました。隠し記録は、彼が SCP-43JP の蓋をきっちりと閉めたことを示しているにもかかわらず、取り落とした時、SCP-43JP の蓋は外れていました。今後安全のため取り扱いにはロボットを使用してください。研究員から収容金庫を取り除く試みは現在も続けられています。